ハイアールの炊飯器で、日本でも発火事故があったって本当？ああ。今年2023年9月に、秋田県で発生した火災事故を含め、怪我や多死亡につながる重大事故が、なんと5件も起きていたんだ。怖すぎるわ。さらに、過去を遡ると、中国では感電多死なんかも起きているぜ。安い家電には、やっぱり何か裏があるの？さらに、製品の問題だけではなく、労働環境も深刻な問題になっている。いろいろやばそう。じゃあ今回は、ハイアール製品の事故と、労働環境の闇について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、ハイアールの歴史について、解説していくぜ。1984年12月、中国の山東省青島市で、冷蔵庫メーカーである、青島冷蔵庫本工場が創業され、これが、ハイアールの前身となっているんだ。今は総合家電メーカーだけど、当時は冷蔵庫のメーカーだったのね。青島冷蔵庫本工場は、赤字続きで破産寸前だったんだけど、当時35歳で、工場長をしていたチャン氏が、強烈なリーダーシップで、立て直しに成功した。そして、このチャン氏が、ハイアールの創業者なんだ。一流企業の創業者って、やっぱりただものじゃないわ。その後ハイアールは、2002年1月に、ハイアールジャパン株式会社を設立し、日本市場に初めての販売拠点を持つ。翌月の2002年2月、三洋電機との合併企業である、三洋ハイアール株式会社を設立し、日本と中国の双方での市場拡大を目指していった。ハイアールが日本に来てから、20年くらい経っていたのね。ところで、合弁企業って、何のこと？合弁企業とは、複数の法人や事業体が、一つの会社になることだ。ただ、M&A のように、片方の会社が買収するのではなく、平等な条件や規模で、統合するという意味なんだな。三洋電機と協力して、日本市場で拡大していこうということね。2011年7月28日、三洋電機はハイアールに、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器など、白物家電事業を行う、子会社9社の株式を、約100億円で売却した。そして、2012年2月、三洋から受け継がれた製品については、ハイアールではなく、アクアのブランドで、展開することを発表したんだ。ハイアールって、日本の家電量販店でも目にするけど、世界シェアはどうなの？ハイアールは、世界各地に拠点を構えていて、グループ売上高は、約7兆円で、全世界で10万人が働く巨大企業なんだ。7兆円。10万人。想像以上の巨大企業だったのね。そんなハイアールには、面白いエピソードがある。創業翌年の1985年に、ある客が、不良品の冷蔵庫を工場に持ち込んできた。チャン氏とその客は、一緒に400台ある在庫を、すべてチェックし、代わりの製品を探したんだ。400台もチェックするなんて、大変だわ。在庫をチェックする中で、チャン氏は在庫商品の 20% が、低品質の冷蔵庫であることに気づいてしまった。それを見過ごすことができないチャン氏は、従業員に76台もの、低品質な冷蔵庫を運び出させ、表通りの公衆の面前で、巨大なハンマーを使い、粉々に破壊させたんだ。新品の冷蔵庫を破壊したの？低品質だとしても、すごく覚悟がいる行為ね。この出来事がきっかけで、ハイアールの名前が浸透していき、従業員や顧客が、2世代にわたって今でもその話をしている。そして、中国の消費者にとって、ハイアールというブランドは、高品質のブランドだと強く結びつけられた。ハイアールが、品質に対して、こだわりが強いのがよくわかったわ。これから、もっとシェアを伸ばしていきそうね。ところが、そんなハイアールの製品が、次々と発火事故を起こしてる。どういうこと？2022年10月11日、ハイアールの 5.5 号炊きの炊飯器に、発煙、発火の可能性があるとして、ユーザーに使用の中止を求めているんだ。対象の製品については、無償交換を行うと発表した。炊飯器で発火？使用頻度の高い家電だから、怖いわね。対象製品は、2018年11月から2022年4月の、約3年半の間に販売した。マイコンジャー炊飯器、JJM55B、全製品なんだ。でも、炊飯器から発火するなんて、何が原因だったの？原因は、ヒーター用リレーの接点不良なんだ。炊飯器が異常加熱し、事故につながる危険性がある。実際に、秋田県で発生した火災事故をはじめ、消費者の命や、体に重大な危害を及ぼす。
重大製品事故と判断されたケースが5件もあったんだ。5件も事故が起きていたの？ハイアール製品を安心して使えないわね。さらに、ハイアールの製品事故は、火災だけではない。え？まだ、あるの？実は、2010年2月、2010年8月、2011年7月の短い期間で、ハイアールの冷蔵庫の扉を開けた、中国国内の子供が、3人も感電多死している。被害を受けたのは、8歳、11歳、5歳と、小学生以下だった。ハイアールの製品が恐ろしすぎるわ。亡くなった女児の母親によると、事故当時、晩ご飯の支度を手伝っていた娘が、冷蔵庫のドアを開けた途端、強い電流が娘の体を走り、冷蔵庫に引き寄せられたようだ。これは、完全にハイアールの過失だわ。人の命を奪って、どんな責任を取るのかしら。今回の事件について、ハイアール社は、コンセントの付け方の問題による漏電事故だった。我が社に責任はない。とコメントしている。使い方が悪いって言いたいの？全く責任を感じてないのかしら。さらに、ハイアール社は次のようにもコメントしているんだ。ユーザーは家庭の電気事情に注意する必要がある。都市部では一般に問題ないが、配電装置などに問題が多い農村部では事故につながる可能性がある。どこで使っても問題のない製品を作ってよ。実はハイアールが自社に責任がないと言い切るのにも事情がある。中国政府の政策が関係しているんだよな。え？どういうこと？中国政府の政策で2009年2月から消費刺激策というものが始まっていた。消費刺激策の内容は、農村部の家電普及率上昇を促進するために指定された機種について 13% の補助金を出すという内容なんだ。ちょうど事故が起きる1年前にスタートしているのね。対象物は、事故が起きた冷蔵庫をはじめ、テレビ、エアコン、電子レンジなど、白物家電が該当している。13% も補助金が出るなら、買う人も多そう。この政策により、家電を使う人が増加して、配電装置が安定していない農村部では、事故が起きたという見方もあるんだ。そして、2013年1月で、消費刺激策は終了した。なるほど。そういう背景もあったのね。そういえば日本でも、ハイアールの冷蔵庫が、売られているけど、大丈夫かしら？ハイアールの歴史で紹介したように、2012年1月に、日本の三洋電機から、冷蔵庫、洗濯機事業を、約100億円で買収しているから、冷蔵庫の技術は安心して良いだろう。さらに2012年1月以降で、ハイアールの冷蔵庫による、多死亡事故は報告されていない。さすが、三洋電機の技術。それなら、一安心ね。ただし、ハイアールの製品は、安心できるようになったかもしれないが、ハイアールで働く従業員は、まだまだ、安心できない。巨大企業の従業員なのに、安心できないの？なんで？なんで？2019年9月に、ハイアールは、勤務時間中に昼寝をした従業員4人を解雇した。え？昼寝しただけで、クビにしちゃったの？中国のネットメディアによると、チンタオの職場で働く4人は、昼食後に職場に戻らず、喫茶店で昼寝をしているのを、見回りの担当者に見つかった。ハイアールはこの行為を、第一級の規律違反として、4人を解雇。休憩後も戻らなかった4人が悪いけど、もう少し軽い罰でもいいんじゃない？ただ、ハイアールは今回の批判に対して、従業員規則に沿った処分だ、と、解雇の正当性を主張したんだ。かなり厳しい規則なのね。しかし、この昼寝解雇がきっかけで、ハイアールのブラックな側面があらわになった。ハイアールがブラック企業？どういうこと？実は、ハイアールの昼休憩は30分しかない。食堂は多くの作業員が利用するから、並ぶだけでも数十分はかかるし、作業開始数分前には、作業場に戻らなくてはいけないことを考えると、実際に昼食を取る時間は、7分程度しかなかったようなんだ。昼休憩が、30分しかないの？全然休まらないじゃない。これに対して、人を機械のように扱っているなどと、ネット上で批判が吹き出した。さらに、ハイアールは、休憩時間の短さだけじゃなく、残業代に対しても、批判を受けている。まだ、あるの？中国国内では、通常は残業代を、平時の 1.5 倍支払わなければいけないのに対して、ハイアールが低賃金で、時間外労働を長時間行わせていた事実も、明らかになった。完全な法律違反じゃない。ハ
ハイアールの元従業員だったという、ネットユーザーが、書き込んだ情報によると、ハイアールが、従業員に対し月給4500元、日本円で約7万2000円という低賃金で、1日15時間の、長時間労働を強いていたようだ。7万2000円って、中国だと、どれくらいのお給料なの？この月給は、中国の大学生初任給と、ほぼ同額とされている。それは、ひどいわね。中国では、ハイアールも含めた大企業が、996で従業員を働かせていて、それが、常態化しているのが問題なんだろうな。996って、何？ 996 は、朝9時から夜9時まで、週6日働くという、ブラック勤務を意味する言葉で、ハイアール以外にも、ファーウェイ、アリババなど、名だたる企業40社で、常態化していることが発覚し、問題になっているんだ。本当にブラック企業の働き方ね。しかも、ハイアール以外にも有名企業が、中国では、996以外にも、土曜出勤のない995や、朝9時から夜10時まで、週6日勤務を表す9106、996の仕事生活の果てに病気になるという、996ICU という言葉もある。もしかして、中国は労働基準法が緩いの？中国の労働法では、労働者の勤務時間は、1日8時間、毎週平均勤務時間は44時間とされ、さらに、特殊な原因により、働く時間を延長する必要があるならば、1日3時間を超えない範囲で、月の合計で、36時間以内なら残業できると規定されている。労働者を守るために、ちゃんとした法律があるじゃない。じゃあ、996って、残業時間がどれだけオーバーしているの？996の場合、休憩1時間を抜いても、1日11時間でそれが6日勤務だ。11時間勤務の場合、残業時間は3時間だから、週で18時間もの残業となる。つまり、労働法の基準と比べて、2倍以上の残業が発生しているんだ。ハイアールはすぐにでも、労働条件を改善していかないといけないわね。ただ、ハイアールには、労働時間以外にも、従業員との間に、問題が発生している。え？まだあるの？2016年に、当時従業員だった女性が、流産してしまい、会社に療養のための休暇を申し出たところ、会社側はこれを拒否した上に、無断欠勤として処理した。さらに、その後、女性を解雇するという暴挙に出たんだ。どういうこと？その対応は、ひどすぎるわ。この不当解雇に対して裁判が行われ、ハイアール側の敗訴が確定し、女性には、賠償金が支払われた。それは、当然の判決じゃない。さらに、中国だけではなく、日本国内でも、不当な解雇が起きている。え、日本でも起きてるの？三洋電機から事業譲渡と株式取得により、設立した、ハイアールアクアセールス株式会社が、合併や社名変更を行い、2016年1月に、アクア株式会社になっていた。その翌月、アクア株式会社を退職した従業員は、会社から次のように告げられたんだ。社内にあなたの仕事はありません。社外で探してください。衝撃の首宣告だわ。この従業員は、家電の工業デザイナーとして、30年も勤める大ベテランだった。同じ職場で、勤務を続けてきたが、その間に勤め先は、三洋電機からパナソニック、ハイアールへと変わっていったんだ。30年以上も勤めているなら、かなり会社に貢献していた人だっただろうに。なんで、突然クビになっちゃったんだろう？実は、ハイアールの日本法人は、売上高は前期比 2% 増の、355億円。営業利益は2億6000万円と、2014年12月期に黒字化を果たしている。しかし、これは円安効果と、コスト削減による効果が大きい。コスト削減の中に、従業員の解雇も関係しているのね。退職勧奨を受けた人は複数人いたようで、その後改善部署へ移動となった。改善部署って、何？京都改善部署、熊谷改善部署と、不思議なネーミングの部署になっていて、拠点ごとに設けられていたようだ。実態としては、退職勧奨を受けた人の移動先として作られたと考えられる。拠点ごとにあるなら、相当な人を解雇していく予定なのね。内部関係者は、2016年4月末時点で、10名ほど解雇になる予定だというが、ハイアール日本法人が説明する内容では、定年退職や自己都合で辞める人はいるが、リストラの事実はないと否定している。ハイアールの日本法人も、闇が深い労働環境だったのか。こうやって聞いてると、ハイアールの今後が不安しかないわ。ただ、ハイアールは、白物家電メーカーとして、今後も期待できる企業だと言われている。
え、本当なの？まず、2021年度の中国国内における家電市場の売上高は前年比 5.7% 増の8811億元。日本円で約17兆円と、ほぼコロちゃん前の水準まで回復しているんだ。その中で、最も勢いがあるのは、間違いなくハイアールで、2021年度には、中国家電市場で、国内トップの 25.1% のシェアを占めている。でも、事故もあったことだし、世界的には、敬遠されてるんじゃない？2022年度の報告によると、ハイアールは、国際的な市場調査会社である、ユーロモニターインターナショナルから、14年連続で、世界の主要家電ブランド、ナンバーワンに選出されているんだな。14年連続は、かなりすごいわ。さらに、ハイアールは、冷凍冷蔵庫で15年連続、家庭用洗濯機で14年連続、ワインクーラーで13年連続、冷凍庫で12年連続の、1位を獲得しているんだ。間違いなく家電市場の、ナンバーワンね。でも、日本国内だとどうなの？ハイアールは、2011年では、冷蔵庫の国内シェアで 4.2% だったが、2020年には 24.2% と 20% 以上もシェアを拡大して1位に浮上している。また、全自動洗濯機でも2011年の 5.4% から2020年には 22.3% へと躍進して2位に位置しているんだ。日本でもハイアールのコスパの良さが認知されているのね。また、一般消費者向けだけでなく、業務用コインランドリーも、日本トップのシェアを誇っている。こうやって聞いてると、まだまだ、ハイアールの勢いは続きそうだわ。今後は中国国内で、生活や体験を、アップグレードしたいというニーズに応えて、高付加価値型のハイエンド市場に、注力するとともに、海外市場では、豊富な資金力を武器に、M&A を積極的に進め、世界シェアの拡大を狙っているだろう。これからは、売上を上げるとともに、商品の安全性も高めてほしいわね。そのためには、世界各地の従業員に対して、働きやすい環境を整備することも欠かせないな。これからも、ハイアールからは、目が離せないぜ。みんなはハイアールについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。